はい、西田製作所と申します。神奈川県相模原市というところでギターアンプの修理と販売を行っております。 YouTube 動画では主に販売のアイテムのご紹介、そして作業の風景などをお見せしておりますので、もしよろしければチャンネル登録、そして動画の高評価をよろしくお願いします。はい、今回販売のアイテムのご紹介です。こちら、ベッドロックの BC50 というモデルです。非常にね、見た目ボックスの AC30 を彷彿とさせる感じですね。グリルのこれはフェンダーのオックスブロッドで、まあ、とっての感じ、この3つある感じがすごく AC30 って感じがすごくしますよね。ベッドロックって会社もうないんですけれども、1984年から97年まで活動していた会社で、ですね、モデル12000というモデルが、ジョー・ペリーとか R スリックが使っていたことでも有名です。まあね、ジョー・ペリーさんは言わずともがなですけれども、 R スリックって誰よっていう方も多いんで、ちょっと解説しますと、デビッド・ボーイのバックを長年務めていた方でしてね、そうですね、最後の方のリアリティのツアーなんかでもかっこいいギター弾いてるんですよ、この人。うん、で、あとですね、意外なところだと、あのストレイキャッツのリズム隊 と、ですね、バンド組んでた時もありまして、まあ、ロカビリーっぽいのをやってたりもしてたりした時期もありました。まあ、そんな R スリックさんも愛用していたベッドロック、そしてこちらはですね AC30 インスパイア系と言ってもいいんでしょうかね、 BC50 というモデルです。ですね、ただ AC30 と違うのが、大体ですね、こう出力が 50W まで高められています。これあの仕組みがちょっと違いまして、 AC30 はあの仮想度バイアス、あとまあよく、ここちょっと論議分かれるところなんですけども、クラス A なんて言われちゃう、動作なんですけれども、こちら、ですね、あの固定バイアス、バイアス調整が必要ってやつですね、固定バイアスで、まあ、いわゆるクラス AB って言ったらいいのかなっていう感じの、出力段の構成になっています。で、チャンネルは2チャンネル、ですね、クリーンとディストーションの2チャンネルですね。で、リバーブとエフェクトループがついていたりします。まあ、ね、音聞いたことないんでね、この後弾いてみたいと思います。どうぞ。そんなわけでこちら現在販売中です。在庫状況、価格、詳細につきましては動画の概要欄にありますデジマートのリンクからご確認ください。はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。